ハル、どうしたの？あそこのアバターすんごく可愛くないか？ハル、そんなことマスターに聞かれたら怒られるよ。別にそういう意味じゃないよ。ただ ALO のアバターメイキングもすごく出来がいいなって思っただけだよ。まあ今は僕たち2人だけだしね。ちなみに僕はあっちのショートカットのケット C の子の方が好み。お前ちゃっかり話題に乗ってくるのな。ねえハル、いつもロングの子ばっかりでちょっとベタすぎるんじゃない？いつもって語弊があるような言い方すんなよ。いつもだろ。ゲームでアバター作るときはだいたい黒髪ロングの女性キャラじゃないか。いやいや、俺は男女両方作ってるだろ。そういうタクこそいつも治癒にの。ハル、そこまでにしてくれ。なあタク、俺たちって趣味思考は違うけど気は合ってるよな。この流れで同意するのは気が引けるけど。おい、キリノジ、なんだよ、突然バーストリンカーの小僧二人を眺めながらため息ついてよ。いや、ああいう同世代の男同士の会話ってなんか青春してていいなって思ったんだよ。男同士ならここにいるだろう。お前たちと俺じゃ年が離れすぎだろ。だと？俺をおっさん扱いすんなよ。その発言は聞き捨てならないぞ、クライ。分類的にお前も確実におっさんだろ。いやいや、別にそんな争いされても困るんだけど、ただ俺同世代で同性の友人ってちょっとピンとこないところがあって、クラインもエギルも大事な友達だと思ってるけどさ、あの二人を見てたらそういうのがいてもよかったのかなって思えたんだよ。まあ確かに思春期の下世話な話ができるなんてあの頃だけだからな。確かに、キリトも今のうちにやっといた方がいいぞ。年取ってからやったらただのクラインみたいなキモいおっさんになっちまうからね。そうそう、俺みたいなキモいおっさんになる前にって、俺のことディスるんじゃねえ。そうだな、俺も機会があったら同年代の男友達を探してみるかな。よし先輩、ニコ準備はいいですか？それじゃあ行きましょう。今回のクエストの報酬は新王の証ですよ。うむ、おっしゃ。待ってくださいよ。いくら春雪くんの言葉とはいえ、ああこいつは私と黒雪の王って言っても、それってこのクエストの報酬がただ新王の証って名前なだけじゃないですか。そうだとしても王の証という以上は平成ではいられん。そういうこと。黒雪とどっちが王としてふさわしいか。二人とも熱くなりすぎですよ。この宝箱に新王の証が。おい、こいつは私が先に見つけたんだ。笑わせるな。この宝箱に最初に触れたのはこの。あんだと？ここで決着をつけるか、赤の王。まあ二人とも落ち着いて。ここに、ここにたどり着きし者よ。誰だ？もしかしてこのクエストのナビ音声か。そなたらが自らを王だというのなら。どちらかというと。そうですね、新王の証自身が自分を所有するにふさわしい人を探してるって感じですかね。おっしゃ、何でも聞いてみやがれ。王としてそなたたちに聞く。もし戦いの中で大勢の臣民とどちらかしか守れないとした局面に遭遇した際。なんだと？これは究極の選択というやつだな。こんなのただの意地悪なクイズじゃないですか。まあ黒雪の場合は決まってるよな。え、そういうニコはどうするつもりだ。プロミネンスは我がネガネビラスよりもレギオンの規模が大きい。大勢の臣民とやらを選ぶのか。ひひん、さてどうでしょう。ちなみに
大勢の臣民の中に大事な一人の部下は含まれないんですよね。だろうな。出なければ問いかけの意味はない。さあ答えよ。うわ、どうするんですか。私の答えは決まったぜ。私もだ。どちらもごめんだめ。究極の選択が二択だっつうなら正解なんて選びたくもねえな。ああそうだ、どちらも守ってこそ真の王と言える。どちらかを犠牲にして新王の証とやらを手に入れるくらいなら私はそんなものはいらない。よくぞ答えた。真の王とは進化を天秤で測ったりはしない。じゃあもしかして。そうだ、二人に新王の証を。なんだよもらえるのかよ。せっかくかっこよく決めたと思ったのによ。まあいいではないか。今の質問で王とは何なのか。まあそうかもな。二人ともすごくかっこよかったですよ。はいよ、イチゴのショートケーキとモンブラン、ガトーショコラお待ち。うわおいおい、今のなんだ。いいだろう、威勢があって。お店によって特徴づけるのはいいこと。今の江戸っ子タイプの掛け声は。いや別に普段はやってねえよ。ていうかそうやって解説されると、まあどうにかくゆっくりしていけ。よし、じゃあいただきますね。しっかしよ、ほんとこっちの仮想世界はうまいもんがいくらでもあるよな。ブレインバーストでも最低限の飲食は可能。春雪なんてここにいたらあっという間に豚になっちまう。何言ってるんだよニコ、仮想世界はいくら食べても太らないんだから。でもノー、それはそれで困る。実際に洋菓子店をやっている身としては仮想世界で満足されてはお客様が減ってしまう。いや別に減ることはないんじゃねえの。そこが問題。スイーツは結局人が生きていくのに味を楽しむためだけのものが仮想世界で満たされてしまえば実店舗は大きな打撃を受けるはず。そっか、仮想世界の味に満足できるなら栄養摂取に必要な3食は現実で食べて。イエス。なるほどな。むしろ本当にそういう問題が出て未来のあたしらの時代の VRMMO では食その可能性はあるかも。大丈夫ですよ、たとえブレインバーストでスイーツが充実しても僕がラプラージュに通い詰めて片っ端からケーキ食べまくりますから。おめえはただ食べまくりたいだけだろ。サンクス、ハル。うわっ、アッシュさん、そんなに急いでどう。おぎゃ、いったったった、アッシュさん大丈夫。リンさん、アリタさん、ちょっとごめんなさい。どうしたの。おい春雪、クラインさん。なんかよ、今アッシュと喋ってたら突然あの野郎、くっ、あいつが目覚めるって中学生みたいなこと言いやがって走り去っちまったんだが。そうなんですね。僕は見てないな。ん、そうか。春雪、おめえ、え、そのよそよそしい態度、さては女の子と会ってたな。おめえも隅に置けないな。な、ネガビのやつらには黙っててやるけどよ、あんまりハメ外すんじゃねえぞ。クラインさん、もう行きました。それにしても大変だよね、リンさん。クラインさんに隠れながらこのパーティーで行動するの。でも仕方ないです、クラインさんは兄と仲がいいから
混乱させたくないのは事実ですし。そうだね。有田さん、ちょっと今いいですか？うん。私この世界に来て、今の自分のこと。今の凛さんのこと？はい。NPC ブレインバーストにはあんまりいないですけど、普通のナビ的な存在だけじゃなく、人と NPC の隔たりを超えたような、きっとこの仮想世界には考えが及びもしないすごく大きな意識の力があるんだなって。リンさん、だからアッシュとしての間、兄が現実で生きようと必死で私を応援してくれてるんだって信じられるんです。うん、そうだね。はい、ありがとうございます。リンさん。有田さん。あ、このキャラスやら、こりゃ、アッシュさん、てめえ、今リンといいシチュエーションになってやがったな。なってないです、なってないです。黙らしら、しらばっくれんじゃねえ。マイシスターに近づくなってあれほど言っただろうが。やあ、誤解ですって。そこで手出しろや、キャラスや。